田中印刷所 VTuber のももです。田中印刷所の VTuber を紹介させていただきます。まず機器の紹介から。田中印刷所といえばバーチャルマネキン EZR ですが、このセットはバーチャルマネキンミニです。もちろんバーチャルマネキン EZR、 バーチャルマネキン EZR 卓上型キュービックスクリーンミニでも使用できます。 VTuber 用のハイスペックゲーミングパソコンをご用意いただいて、 HDMI ケーブルでバーチャルマネキンとつなぎます。これはウェブカメラを使用しています。これで上半身の動き、顔の表情、口の動きを感知しております。これはセンサーのビープモーションです。これで手の動きを読み取ります。 VTuber 用ソフトを使用しますのでライセンス料がかかります。それでは私が VTuber になってバーチャルマネキンミニを動かします。こんにちは。今は HDMI ケーブルでつないでいますが、遠くの離れた場所でも通信回線を使用して動かすことができます。こちらを受付に置いてもらって総務部で対応するなんてことも可能ですよ。さようなら。さようなら。